これはコンビネーションジャンプでしたね。でしたね。トリプルフリップがシングルになりましたね。はい。フワン選手とこの選手がね、世界ジュニアのメダル取った2人でしたね。そうでしたね。フワンがチャンピオン、このチャコが2位、ダブルアクセル。この選手はジュニアでも出てますけども、シニアも去年も出てましたね。そうですね。オリンピックにも出ていまして11位。綺麗なレイバックスピンです。回転のスピードといい、姿勢といい、素晴らしいレイバックスピンを見せました。やりたくないんですけどね。そういう気持ちになるでしょうね。本当にね。特に小川さん、このテクニカルプログラムは一つ一つのエレメントを確実にクリアしないと減点される競技ですからね。そうですね。転倒だけではなくて、フリーレグのタッチだけでも減点されますからね。はい。したがって今のようなシットスピンでもフリーレグがちょっとでも氷をかいたりしますと、そうですね、減点の対象になります。もう音が少しでも出ればもう減点ですから。はい。そしてスピンは特に回転がね、今のコンビネーションなどは5回転5回転回らなければ減点です。伊藤さん、どうですかこの人の、あ、今ステップからのジャンプですが、プログラムを変えてきましたね。あ、そうですね。はい、リプルトーループからダブルトーループ。最初のジャンプを単独のダブルループジャンプにした。そうでしたね。そうだったんですね。あ、という、あ、でもシングルになっちゃいましたよね。あれもシングルでしたが、2つミス、結局は2つミスしたということになりますね。